グラビティデイズ2、前回の追加プレイしていきましょう。さて、重力スロー限定バトルという、もう、ヌルゲーの極みみたいな、ミッションがあるけど、どう考えてもさ、強いのよ。今作の重力スロー。はい、よいしょ、はい、あ、いった、よいしょ、はい、よいしょ、オッケー。千何百稼げばいいんでしょうか。こいつだけで500万いんのかよ。いてててて、ちょっと待って、やばいやばい、はい、よいしょ、はい、入れてて、どうなった、はい、箱が補充されてくんのめっちゃありがてはい、よいしょ、はい、よいしょ、ちょっと丁寧にやりすぎたか。あんだけ物が湧いてくるんだったらもっとダーってやった方が良かったか。まあいっか、なんか漏れたし普通にもらえたしな。運び屋の忍耐。まあでも今のやつが強いからな。今のやつでいいよね。話とりあえず聞いとくか。中流軍の狙い。話聞かせちょうだいな。中流軍のやつら、どうも妙だぜ。この前あいつらが来てよ。あいつらの身体検査をしていきやがった。大量動員がどうとか騒いでるけどよ。まさか関係あるわけ。どうなんだろうな。とにかく、兵隊が知れねえな。確かにそれ、気味が悪いね。気持ち悪いよな。なんだろう。有名作家。よし、とりあえず、ここに3つあるから、これやって、メインまた進めていくか。なんだろう、悲壮かな楽しみって。困ったわ。見つからない。ああ、どうすればいいの？どうしたんですか？エルゴーナの人じゃないですよね。私、ここで小説家の先生を探してるの。先生たら締め切り前に原稿法で逃げちゃったのよ。先生の担当になった時点で、周りから脱走癖の話は聞かされていたんだけど、やられた、逃げられた、どうすんのよ、原稿。落ち着いて。私、その作家さん探し手伝いましょうか？ほんと？手伝ってくれるの？ぜひお願い。ただ、この先生探しは簡単にはいかないわよ。先生はとても変人なの。執筆に行き詰まると、その作品の登場人物になりきる癖があって、この変装がまた異常にうまいの。変わった人ですね。変装。じゃあどうやって変装している作家さんを探せばいいんでしょう。それはね、まずこれが登場人物のモデルの写真で、これは小説のあらすじよ。この2つがヒントよ。先生はこの写真の格好であらすじ通りの行動をしているはずなの。あなた、先生を捕まえたら、レイ・コルモスナのビル前にまで連れてきて。私は一旦編集部に戻って、締め切りを何時まで伸ばせるか相談してみる。編集さん。とりあえず探してみるしかないか。変装の達人の作家さんを。あらすじを確認しますか。作家さんの手がかりはこのあらすじにある。どれどれ？一人の男がいた。
男は平凡な人生に退屈していた。ある日男は薄汚れた身なりの奇妙な少年と出会う。少年は不思議な力で男に3度の人生を、3度の別の人生を与えてくれるんだが、へえ、これが始まりか。この後いろんな人生を体験する話なのかな。続き、第1章は、1度目の人生は貧民層の盗賊。危険な刺激のある暮らしに憧れてはみたものの、気弱な男には無法者として生きる才能は皆無だった。男は盗賊の人生を諦め、次の人生を望むのだった。登場人物になりきるってことは、この盗賊に変装して構造しているはず。盗賊って言ったら、この辺だと100本足がモデルかな。まずは100本足のところに行ってみよう。ここか。いるかな？きっとこの辺だよね。編集さんから渡された写真を確認しよう。この男の人に似た人を探せばいいはず。似たような人がいっぱいいる。あらすじによると、気弱な主人公は盗賊暮らしに馴染めなかった。馴染めていない気弱な性格。この辺が重要かも。気弱か。あ、お前じゃね？気弱そう。おい、やっぱんし。何言うかな。妙におどおどしてる。さては、あなたは小説を書いている作家さんじゃないですか。僕は無法者の盗賊だ。小説なんて書かないぞ。締め切りなんて知らない。編集さんから聞きました。作家さんは変装の達人だって。妙におどおどしてるし、締め切りを気にしてるし、あなたは作家さんです。僕の変装を見破るとはなかなかやるじゃないか。編集から頼まれたのかい。はい、編集さん困ってましたよ。今すぐ帰りましょう。帰るわけにはいかない。まだ物語の結末は決まっていないんだ。でも編集、締め切りって編集さんとの約束ですよね。お仕事で書いてるなら、ちゃんと編集さんとの約束を守った方が。僕は芸術家だからね。そんな下々の考え方で創作はやってないんだよ。締め切りなど創作の神の前では契約の意味をなさない。作品を守るためには僕は手段を選ばない主義だ。確保するといい。おい、ここに金持ちの犬、密告者がいるぞ。何それ。金持ちの犬？密告者はどこのドイツだ。うわ、囲まれてる。ああ、なんだよ。なんで来てんじゃねえか。おい、誰だ、金持ちの犬とか密告者とか騒いだやつは。騒いでた人はもういないよ。逃げちゃった。締め切りを守らない作家さんを探してて逃げられちゃったの。あらすじの続きを読んで手がかりを探さないと。二度目の人生は、港の積み荷運び作業員。男は筋肉と汗に憧れ、男らしく港で働こうとしたものの、その非力さゆえ、積み荷運びさえままならず、結局は、積み荷を数えるだけの単調の極まりない仕事しかできなかったのだ。男は港の仕事を諦め、別の人生を望むのだった。次の行き先は、きっと中央港ね。すぐ追いかけなきゃ。なんだか知らんが大変そうだな。手を貸そうか。うん、気にしないで。これは私と作家さんの対決なの。いつでも捕まえて締め切りを守らせてやる。約束は大事なんだから。まあ逃げたくなる気持ちもわかるけどな。中央港まで一気に行ってくれないかな。移動するのめんどくさいんだよな。でもこのロードの長さは行ってくれるな。よし、荷運びしてねえ。2を数えてるやつを探せばいいんだよね。港へ到着。今度の写真はこの人に似た人は、また似たような人がいっぱいいる。あらすじからすると、非力な人なんだよね。それがヒントかな。違うか。帽子かぶってる。帽子かぶってる人。こいつかな。違うな。この人は絶対違うよね。荷物を数えてるだけの人。でも白いもんな、髪の毛な。こいつじゃない。あ、お前か。お前だ。やべ。あ、違うわ。あれ？着てる服が違う。
多分あ、あいつだ。お前だろ。一つ二つ三つ。二運びをしないで積み荷を数えてる。もしやこの人、作家さん身につけた。さあ、編集さんのところに帰りましょう。何のことだい。僕は数を数えるのが大好きなだけの真面目な作業員さ。二運び作業員なのにずっと数を数えてる仕事をしている。あらすじの通りです。ごまかそうたってそうはいきませんよ。盗賊たちが逃げ切り、ここまでたどり着き、またも僕の変装を見破った。変装がすごすぎるだろう。君、ただものではないな。君のことを認めてやろう。僕は才能あるものを愛する。実は君に着想を得て、さっき書いた短編のあらすじがあるんだがね。読んでみてくれないか。僕は才能あるものの評価しか受け付けたくないんだ。読んでる間に逃げそうだな。もしかして私が主人公ってこと？何ですよ、興味ある。読みたいです。どんな内容なんでしょう。それを読んでみればわかるぞ。君が主人公の物語だよ。どういう内容は。君はまるで漆黒の闇を切り裂き、きらめく流れ星、夜空から君を称える歌声が聞こえてくるよ。そう、バカはいつも大事なことを見逃すと。また逃げられた。許せない。もう容赦しないんだから。次の行き先はあらすじ、あらすじ。第3章、第3の人生は富豪の男。富豪の男ってことはレイハビーナね。めんどくさいやつだよ。ハビーナを広くて探すの大変そうだな。とりあえず話をもう一度ちゃんと読み直そう。不幸になった男は日々思いつく限りの享楽にふけった。欲望のままに自堕落な暮らしを繰り返した末、男はあることに気づく。自分の人生は昔であるということに。豪邸の桟橋から物憂げに空を見上げ、無意な時を過ごす男。その姿はまるで銅像のようであった。桟橋、どうやってこんなんに変装してんだよ。一個ずつ見て回るしかない。マジかよ。物憂げに見つめてるやつでしょ。桟橋ってでもこういうとこだもんね。なんかいるな。なんかいるけど、あれがそうとは限らん。てかなんで、貧民街とかさ、港とかだったらまだしもさ、豪邸に金持ちとして潜り込むとか、無理じゃね？いや、これは違うだろ。話しかけてるもん。物憂げに見つめてんだろ。あいつか？あ、銅像みてえに固まってんな。こいつだ。この人は怪しい。じっとしてて動かない。これはきっと。作家さん、もう逃げられませんよ。締め切りを守りなさい。無視しないで、ちゃんとこっち見てください。この状況で無視するとは、なんていう。鉄の心臓なの？かくなるウェア。こちょこちょ。こちょ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 。やめたまえ、脇をくすぐるのは。私の三つの変装すべて見破りましたよ。さあ、作家さん、編集さんのところにも帰りましょう。わかったよ。君には乾杯だ。諦めて戻るとしよう。やった。私の勝ちだ。ただその前に着替えてきてもいいかな。変装で使った服をこの家に預けてあるんだよ。わかりました。じゃあ待ってますね。絶対嘘だぞ。これでようやく編集さんのところに戻れる。作家さん遅いよ。あれ？まさか作家さん？違うかな？え？作家。人違いだよ、お嬢さん。あれ？作家さん着替えは？そのまま戻るの？ん？誰だ君は。作家さん頭大丈夫ですか？君はこれ何してる？
ここ私の家だぞ。不法侵入で撃たれるぞ。わかった、さっさと出て行きたまえ。これって、また逃げられたってこと？何かあらすじに残された手がかりよ。別の人生を何度生きても納得できない男は、自家用船で旅に出る。旅に出る。このままだと遠くに逃げられちゃう。確かさっきの桟橋に単身者用の自家用船が、桟橋に急いで戻ろう。くっそ、あの野郎。きっとあの自家用船に乗っているのが逆さんだ。逆さん待ちなさい。気づくのちょっとわかり遅かったようだね。さっき通り過ぎた人。それが本当の姿。僕はこのまま旅に出る。編集にはよろしく伝えてくれ。さっき戻るって納得してくれたのに嘘つき。何度でも言いたまえ。僕は創作の神の言葉しか耳を傾けるつもりはない。物語の結末が思いつくまで僕は旅を続けるとしよう。さらばだ。逃がしません。絶対に締め切りを守らせてみせる。どうやって人が船に追いつくつもりだい？これ飛んでんの見えないのかな？どう見てもキトゥンさん飛んでますけどね。あ、でも早いな。全然追いつけるけど。あ、でも早い。めっちゃ早いな。絶妙に追いつけん。よいしょ。もう爆発した。え？何が起きてる？船に何か異常が。船がどんどん下に落ちてる。あのままじゃ危ない。危ねえ。おお。間に合った。やだ。この物語を書き上げるまで死にたくない。坂さん、目を開けてください。もう大丈夫ですよ。お、浮いてる。なんということだ。こんなことが。落ち着きました？じゃあ、戻り。ひらめいたぞ。物語の結末が降りてきた。できた。できたぞ。三つの人生を生きた男は死を確保したその瞬間、奇跡が起きる。奇跡によって救われ。元の人生に戻った男は今までのことを振り返る。そして男は悟るのだ。自分が飽き飽きしてきたものの本質を。真に変えればならぬもの、それは境遇ではない。自分自身なのだ。うん。男は今こそ真の自分を生きる一歩を踏み出す。感。あんま興味なさそうね。今の流れでなんでそうなるの？よくわかんないや。じゃあ戻りましょうね。編集さんのとこに。進捗はどうなんですか？原稿間に合いますか？お願いしますよ、先生。大丈夫だ、安心したまえ。結末でまで、僕の頭の中にある。あとは原稿を埋めるだけだ。すべてはこの少女が奇跡を生み出してくれたおかげ。いや、この少女こそが奇跡そのものなのだ。よくわからないけど、お役に立ったみたいで嬉しいです。では先生、そろそろ執筆に戻っていただいてもよろしいですか？編集長から特別室に先生をお呼びするように言われております。特別室？まさかあの監禁部屋か。あそこだけは嫌だ。監禁部屋。大丈夫だから、あとは書くだけだから、締め切り守るから。原稿が仕上がりさえすれば、いくらでもご自由になさっていた、よろしいんですよ。あそこだけは嫌だ、助けてくれって。あなたのおかげで首が繋がったわ。本当にありがとう。あとは先生を監視して、締め切りを守らせるだけ。じゃあね。やっと。はい。お役に立ったならよかったです。特別室か。坂にだけはなりたくないや。めっちゃあわあわしとる。ベストセラーの風格どんな感じなんだろう。あ、見れない。あ、やべえ、壊しちゃった。タリスマン運び屋
重力スローの距離が伸びるけど、あーどうなんだろう。まあ一回今のままで、はい、ここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。